紹介をさせていただきます。はい、マイルイナンバー13番のりょうきゃんなです。はい、よろしくお願いいたします。マイドリーナンバー14番の佐藤桃香です。よろしくお願いします。はい、マイドリーナンバー16番アリシャンこと伊藤アリサです。よろしくお願いいたします。はい、マイドリーナンバー17番ユミミンこと安藤由美香です。よろしくお願いいたします。ユミミン。マイドリナンバー18番、ゆうくんこと片野ゆうかです。よろしくお願いいたします。はい、マイドリナンバー19番、しゅうちゃんことしゅうりためいです。よろしくお願いいたします。はい、マイドリナンバー20番、せなちゃまこと伊藤せなです。よろしくお願いいたします。はい、普段はマイドリナンバー15番佐藤七海を含めた8名で活動しています。本日は7名でお送りいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは最初に聴いていただいたのは風の行方でした。次に聴いていただくのはマイドリの自己紹介ソングです。聴いてください。マイドリナンバー7。Bye.
取れないからさ。本当に座りたいじゃないんだよ。いや取れない。座るほど寝ちゃう。でここでやる頭の
ドリナンバーのアタックをプレゼントでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ではここで皆さんお待ちかねの魅惑のフリートーク。イエーイ。今日は古町どんどんという古町のお祭りをしてるわけですね。するわけです。そこで、まあ、新潟にちなんで、県外のメンバーとかが多いので、新潟との違い、地元の違いとかをお話ししていただけたらな、いいな、誰か言ってほしいな、よし、アンナ、新潟に来て感じたこととかありますか？なんか、めっちゃこうどんどんみたいな感じでイベントがめっちゃ多くて、徳島そんなにあんまイベントがなくて、あ、そうなんだ。もうめっちゃあるやん、長野県もめっちゃすごい楽しいです。あー、いいね、皆さんの前にねたくさん出れるのいいね。めっちゃ笑いよ、新潟はイベント多いですよね。うん、ゆうくんとかなんかある？ゆうくんお願いします。違いとか、福島との違いは、地元が結構田舎で、そのバンダイシティとかみたいな大きいショッピングモールとかないので、こっちに来た時はすごい都会だなって思ってたんですけど、こっち住んじゃうとうんっていう感じでした。なんかもう住むと慣れちゃうよね。なんかそのものがある環境に。わかります、わかりますね。逆に新潟県民から見て地方組のなんか変だっていうか、なんか違いとかありますか？なんかちょっとおかしいなみたいな。なんか、どうぞどうぞどうぞ。あの新潟ってあんまり、まあ、訛りあるっちゃあるんですけど、あんまりないじゃないですか。なんでなんか地方組の訛りがなんかたまに映っちゃって、自分もなんか変な訛りみたいな。変な訛り。なんかあんなんとか。とね、喋ってるとなんかなんとかないよとか、たまにちょっとつられるみたいなことがあるから、そこがちょっとね、なんかあんなだけかな。あとアリさんのイントネーションとかも真似しちゃう、可愛くて真似しちゃうから、すごいね、なんかでも十人十色というか、そこがね楽しいなっていう前撮り。うん、こんな感じで、まあ、いろんなところ出身のメンバーがいるので、個性がもうありふれてるので、ぜひ覚えてください。覚えてください。もっと知ってください。それでは、ありがとうございます。じゃあ次の曲に行こうかな。はい、それでは聴いてください。チアリングソング。溢れるこぼれるこの
聴いていただいた曲はチェアリングソングでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからはしーちゃんの告知タイム。テレマチドンドンさ、出演させていただき誠にありがとうございます。実はこの後もマイドリナンバー13番のりょうきあんなちゃんがフェレアデスがここのステージで午後3時45分から出演させていただきます。そしてそしてマイドリは明日のフルマチどんどんにも出演させていただきます。明日はお昼の12時から古町5番町ステージになります。11時45分からはりょうきあんなちゃんがフレアデスも出演します。ぜひ来てください。ぜひお越しいただいて応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてそしてそして今日NSG スクエアの中にあるライブスペースでマイドライブという定期ライブが行われます。毎月行っているのですが、今年はなんと、あ、間違えました。なんで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 今月はなんと今日夕方からです。夕方からです。はい、入場無料なのでぜひいらしてください。お待ちしております。お待ちしております。今日の6時半から、そして明日のフルマチどんどんでまたお会いしましょう。ライブ後にはメンバーが全員フライヤーを配りますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。それではしーちゃんの告知コーナーを終わります。イエーイ。読んでたね。今日の午後は頑張ります。はい。はい、夜の午後もお願いします。はい。そしてでは最後の曲となってしまいましたが。やだなー。もう。はい。それでは聞いてください。日々のイノセンス。
いと思います。本日、私たち、違う。頑張れー、頑張れー。本日、皆様とご一緒させていただいた私たちは、3、はい。マイドリームスドットJPでした。ありがとうございます。